エゾ潜入は、スズメ目潜入か潜入属に分類される鳥。インドネシア、オーストラリア、韓国、中国、北朝鮮、台湾、日本、パプアニューギニア、フィリピン、モンゴル人民共和国、ロシアカキに、ウスリー、サハリン、シベリア南部などで繁殖し、冬季に、フィリピンやニューギニア島などへ南下し越冬する。日本ではカキに、繁殖のため北海道へ飛来し、 和名の由来になっている。本州以南では旅鳥として出現し、特に春の渡りの時期には低地の林や公園林の中でさえずりが聞かれる。南西諸島では少数が越冬する。全長18センチメートル。潜入類では最大でほぼ大吉切大である。私有動食。背面は農家主食でやや赤みを帯びる。覆面は 褐色の羽毛で覆われる。顔から喉にかけては肺褐色。目上部にある眉状の半門は白い。平地にある湿地林や下半林、低木林の外縁、低木が生えた草原などに生息する。暗い場所を好む傾向がある。植生は動物食で昆虫類、クモなどを食べる。樹上を移動しながら獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。 繁殖期には縄張りを形成する。竹の長い草や樹上に枯れ草などを組み合わせた皿状の巣を作り、日本では6の7月に3から5個の卵を産む。メスのみが放卵する。繁殖期は夕方から夜間、朝方にかけてさえずる。さえずりを日本語に置き換えた表現として、ジ品ピンかけたかというものがあり、またさえずりがホトトキスに似ていることから、エゾホトトキスの別名もある。 さえずりは独特だが、茂みの中でさえずるため観察することは難しい。ありがとうございます。